忍ぶアクション。おはようございます、こんにちは、こんばんは。忍ぶアクション、文月忍でございます。今日のテーマは脳トレよりも食事と運動です。喋るだけなのでラジオ的に作業用 BGM としてお聞きください。皆さん頑張ってますよね。そういえばまだ言ってなかったですよね。この Vlog 毎日書いてるんですけど、ちなみに今は手元のスマホの時刻で9月28日火曜日午前4時44分といったところでございます。早朝です。毎朝3時半に起きていて、4時だったり4時半だったりもするんですけど、毎朝3時半ぐらいに起きて、まず起きたらすぐに水分をとって、すぐに20分のウォーキングに行って、外は真っ暗ですから誰もいないですから、もう気兼ねなくそのまま着ていた服のままで早朝の散歩に行って、20分歩いて帰ってきて、ちょっと部屋干しの洗濯物を畳んだりして今に至ります。早朝って静かでいいんですよ。特に早朝の散歩が気持ちいい。午前4時台は特にいい。午前4時台の散歩って本当にいいんですよ。いやね、先日までは朝5時6時ぐらいに散歩してたんですよ。でもさ、その時間だと同じように散歩しているおじちゃんおばちゃんとか犬連れてる人とかで、ね、すれ違う時になんか犬がちょっと寄ってきたりとかしてですね、邪念が入るんですよ。私が何のために毎朝わざわざ散歩しているかって話なんですけど、まあそれは健康のためってのもあるんですけども、遊歩道を歩きながら瞑想みたいな状態になりたいんですね。頭の中のモヤモヤしたものを整理してすっきりさせるためにやってるんですよ。頭がすっきりするんですよ。特に私は本業がサラリーマンプログラマーなので、脳みそでお金もらっている仕事なので、頭、脳みそのコンディションを保つためにやっているんですよ。だから誰にも会いたくない。午前4時、また外は真っ暗な夜道、ここを歩くのがですね、昔からその始発待ちとか真っ暗い夜道歩くのが大好きだったんで、本当に私にとってはゴールデンタイムだなって思ってるんですよね。そんな脳みそのために大事なことっていうのは、なんかよく脳トレとか流行りましたけど、あれあんまりエビデンスがないとか言われ始めてますよね。あんまり脳トレとかやっても意味ないらしいですね。そんなことより脳をお掃除するスープとか今流行ってますよね。そういう食生活とか、あとは16時間断食でもなんか脳がすっきりしますよね。なんかすっきりしますね。私は個人差が大変多いらしいので、まあ、でさらに週に1回2回やるようにしてまして、こういうプチ断食ってあんまりやりすぎると逆に太りやすい体質になるらしいので、それ健康に良くないので、週1回2回にとどめております。やりすぎも良くないみたいな話で、あと、あんまりこんな人周りで見たことないんですけどね、私は中学生の頃からですね、ご飯に鷹の爪を刻んでかけるのは本当に大好きなんですね。辛党っちゃ辛党なんでしょうけどね、普通に鷹の爪という野菜が好きでですね、好きなんです。私にとって鷹の爪は本当ししとうとかと同じ野菜なんですよ。今年も妻が庭で栽培してくれてますけど、この鷹の爪とかししとうとかって同じ土で2年連続とかのそういう連作できないらしいんですね。なので今年もわざわざ土を買ってきていただいて、植木鉢で鷹の爪を育てています。毎朝散歩の前に水をちょっとだけあげています。このナスとかもなんか栽培してたりするんですけどね、でナスとかトマトにはちょっと水を多めにあげるんですけど、鷹の爪はあまり水をあげて甘やかすと辛さが落ちるんですね。もっとストレスを与えないといけないらしくて、だから水は少なめにしています。いやもう下手するとあげない方がいいぐらいになるかもしれない。ただ世間では今年結構野菜が不作なようですね。結構値段も高騰してますよね。家庭菜園もやっぱりそれに連動してるというか、みんな同じ野菜ですから、世間で不作な場合、家庭菜園も不作になるみたいです。同様に不作です。で世間的に今年は豊作だって言われたら、家庭菜園も豊作らしいんですね。その辺は連動するらしいんです。
家庭菜園で豊作だった時は世間の野菜も安いんですよね、らしいんですよ。まあそんな話はいいんですけど、そんな鷹の爪、辛いものを食べると忘れっぽくなるらしいんですよ。忘れると聞くと、ネガティブなイメージがあるかもしれませんが、例えば嫌なこと、ストレスを忘れるとか、中学時代からと先ほど申し上げましたけどね、学生時代にはですね、昨日覚えた英単語を一旦忘れてまた勉強し直すみたいな、何度も忘れて反復学習することで忘れない知識にしていくというのをですね、もう中学受験の頃からは、いや高校受験だな、高校受験の頃にはもうやっていましたね。まあ私はこれをですね、個人的に辛いものを食べて脳をデフラグするってよく昔から言っているんですけどね、脳のデフラグのために毎日最低でも1回は唐辛子食べてますね。食事の話のボリュームがだいぶ膨らんできたので、脳みそに大事なこと、食事以外での話をしますと、やっぱり運動らしいんです。脳トレなんかするよりも適切な食事と運動らしいんですよね。なので毎朝ウォーキングをして、あとは任天堂スイッチのフィットボクシングやったりで、ずっとやってるのは筋肉体操。筋肉体操やってますね。今第何シーズンまでやってるんでしょうかね。私の知る限りではもう第6シーズンまで NHK で放送されてますかね。私は第2シーズンあたりから始めて、週に1、2回 YouTube の動画を見てやっているんですけど、筋肉体操は本当にいいですよね。私プログラマーということで、パソコン仕事なんですけどね、でもね、ずっとパソコンの前でキーボード叩いてるんですけど、プログラマーみたいに毎日手を使って仕事をしてる人が腕立て伏せをしすぎると猫背になっちゃうらしいんですよね。あんま良くないらしくて、なので腕立て伏せは省いて腹筋背筋スクワット、これ毎度続けていてですね、パンパンになるんですよ毎回。でも谷本さんがいいこと言うんですよ。頑張るか超頑張るかどっちですか、超頑張るしかねえじゃんみたいに、出し切らないと後悔する、やりきる、全部出す、嫌だよ後悔したくないよってなる。谷本さんのエールで毎回すごく頑張っちゃう。筋肉体操はやめられないね、やめられない。もう本当に素敵なセリフをいっぱい浴びることができる、そんな筋トレができるのでおすすめです。さあそんなわけで、もうすぐ時刻がですね5時半に近づいております。妻が起きてきて、長女の低アレルゲン給食弁当を作り始めます。さっさとかき上げて退散しましょう。リビングを退散します。はい、退散してきました。こっちの方がちょっとノイズ増えるんですよね。では最後に、なんでこんなに私早起きになってしまったのかと。テレワークのおかげで終電に乗ることがなくなったんですよね。もう仕事が終わった瞬間から飲んで、書斎の床でそのまま気絶できるようになったから、気絶してもうすぐ寝ちゃって目覚めるから、結果として早寝早起きになりました。これは健康なのか否か、そんな風に思います。ご視聴いただきありがとうございました。難攻不落なしのぶアクションはご意見ご感想をコメント欄にお待ちしております。チャンネル登録やいいねボタンを押していただけると大変励みになります。お相手は文月しのぶでした。ごきげんよう、さようなら。